仮にその発想でプロになれたとしてもこれ多分続かないんですよ。続かないと思いますね、はい、なのでこの手の質問は一応答えはするんですけど、根本的に本質が抜けてるなとは思ってはいたんで、ちょっと今回そういう意味も含めて動画にしてみました、うん。こんにちは、円卓の平です。こんにちは、円卓の松林です。おやつでよく魚肉ソーセージ食べるんだけど、ペコもね好きなんだよね。ペコ、そうそう、飼ってる犬犬飼ってないっすよね。のび太くんが、あ、のび太くんが飼ってる犬のび太くん犬飼ってないっすよね。ドラえもんのび太の大魔境の時に出てきた犬ですね。いました、その映画だけでしたっけ、はい、あ、そう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 、その映画だけ。あ、そうなんすね。魚肉ソーセージいいっすね。そう、はい、はい、今回はですね、よく来る質問の中の結構多い部類ではあるんですけれども、採用されやすい職種は何ですか、あとは稼ぎやすい職種は何ですか、うんうん、とか、うんうん、この質問に対して僕らは今まで動画で、まあ、リガーがおすすめだとか出してはきたんですけれども、うん、実はこうだよっていう話をちょっと今回しようかなと思います。この採用されやすい職種なんですかってよく聞かれるんですけど、あんまり良くない質問だなって思ってます。正直に言うとそうなんですよね、はい、モデラーとかアニメーターとかリガーとか 3DCG に関わる職種っていろいろあると思うんだけど、採用されやすいかどうかで選ぶものではないなって思ってますね。まあ、なんでかっていうと、やっぱりほとんどの人がその職種が好きでプロになろうとしてるんだよね。うん、そうなんですよ。何かを作るのが好きだったらモデラー目指してるし、動かしたいのであればアニメーターを目指してるっていう感じで、まずは大前提がそこにあるんですよね。好きでやってる人たちがほとんどなんだよね。だから採用されやすいとか稼げそうっていうモチベーションで本当になれるのかなっていう、好きでやってる人たちに対抗できるのかなっていうのが疑問なんだよね。そうなんですよ、うん、作戦としては確かに間違ってはないとは思うんですけれども、うん、ただ好きで作り込んでる人には勝てないだろうなと思ってます、うん、やっぱり採用の枠とかも限られてる中で、いけそうだからっていう理由で入れるほど簡単でもないし、うん、そもそも気持ちはすごいわかるんですけど、やっぱりいろいろ経験してみて、モデリングとかアニメーションとかリギング、エフェクト、コンポジットとか細かくね、テクスチャーとかそういうのもあったりもすると思うんだけど、やっぱりその中で自分が一番好きだなとか楽しいなって思えるものを続けてほしいし、それのプロを目指してほしいなって思ってます、うん、これって結構根本的なところかなと思ってて、うん、それぐらいの話だと思ってるんですよ。そう、うん、根本的だと思いますね。考え方としてだからあまりおすすめしないというか、うん、これ気持ちはわかるって言ったのは、もしかしたら本当に素朴な疑問なのかもしれないと思って。あー、なるほど、うんうん、前にデザイナーはデザインしてませんみたいなサムネの動画アップしてて、その時ツイッターの方で大工さんを例に出してツイートしてるんだよね。大工さんは勝手に装飾つけたりしないですよねみたいな。で、建築士とか建築家とか大工さんとかね、役割分かれてるよねみたいなのを例えたツイートしてるんですけど、その時に僕も思ったんですよ。その中でどの職種が稼げるのかなって。あー、単純に疑問として。そう、あだからそういうつもりで聞いてるのかも。それを聞いてそれを目指そうとしてるわけじゃないのかもなって思ったりもしてますね。ただの疑問として聞いてる可能性もあると、うんうんうん、まあみんなお金の話好きじゃない、うんうん、まあ私気になりますもんね、まあまあ、サッカーとかでもさ、前の方にいる人は何て言うんだっけ、フォワード、あ、フォワード、はいはい、フォワードとディフェンダーとか、あとキーパーとかで、うん、はいはいはい、儲かるとかあんのかなとか
それやっぱ素朴に疑問には感じるのかなっていう。俺も多少なりともあるし。まあ、確かにな、うん、あでもそうかもしれないですね。そっちの方が分かりやすいかも。フォワードの方が点取って分かりやすいじゃないですか、うんうん、スター性があるというか、うんうん、いろんなところから声がかかってギャラがどんどん上がっていくみたいな、うん、そういう意味では確かにフォワードとキーパーだったらフォワードの方がなんとなく稼いでそうだなみたいな、うん、でもさ、なんかキーパーってさ結構珍しいじゃない。キーパーは珍しいから、だから逆に高いんじゃない。確かに今話した感じで気にはなりますよね。そう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 、うん、だから割とこのぐらいのテンションなのかもなとも思ったりもしましたね。例えば、まあ、リギングとモデリングが同じぐらい勉強してて、うん、同じぐらいできますと、その中でどっちが採用されやすいとか、うん、どっちが稼ぎ良さそうで、それで選ぶのはありなのかなって思ったりね。なるほど、まずはやった前提で。そうそうそう、もうやった上で、やった上で本当にどっちも好きで悩んでるんだけど分業になってるからどっちかでしか入れないってなった時に悩むだろうなみたいな、うん、そしたら採用されやすいとか希少価値が高い方に行ってもいいのかなとは思いますね。まあ、それで言えばリガーなんですけど、うん、確かにやった上でならいいかもしれないですね。そうそうそう、やった上でならいい、うん、てかやった上でというかもうやってる状態でね、本当にそれで悩んでるなら、うんうん、なのでまずはやってみてっていうところだと思うんですけど、何もない状態でまずは採用されやすいのって何ですかっていうので、うん、例えばアニメーターですって言ったら、うん、じゃあ、うん、アニメーション作りますっていうのは、うん、あちょっとどうだろうなって、うん、それ多分慣れないと思いますね、うん、本当にアニメーション好きでやってる人のモチベーションには勝てないと思うんで。そう、あと作り始めるのもやっぱりアニメーターになりたいと思ってる人の方がもう作っちゃってるんで、うん、スタートからまずもう差がついちゃうかなと思ってます。なんでまず興味を持ってもらうこと自体はすごく良くて、その中でこれ稼げるんだとかそういう話知っててもいいと思うんだけど、経験はした方がいいよね。経験はした方がいいし、あと心の持ちようみたいなところの話にもなるんですけど、まあ、採用されやすいところに行くっていうよりかは絶対そこに行くっていうモチベーションでじゃないと物作れないと思うんですよね。そう、仮にその発想でプロになれたとしてもこれ多分続かないんですよ。続かないと思いますね、はい、続かない人たちもたくさん見てますし、うん、なのでこの手の質問は一応答えはするんですけど、根本的に本質が抜けてるなとは思ってはいたんで、ちょっと今回そういう意味も含めて動画にしてみました、うん、そうだね。もしそれを理由にその職種になろうとしてるならやめといた方がいいですよっていう、本当に自分が好きなもので目指してほしいです。はい、じゃあ今回はこんなところで終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。動画を最後までご覧いただいてありがとうございます。円卓では 3DCG 業界のですねリアルなところをもっと話していこうと思っております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本当は都市伝説とかホラーとかやりたいんだけど、まあそっちの方にもシフトするのいいんじゃないですかね。いいんだところでしばち喋ってないけど、あのガキツカのさ最後のトークってあったじゃない昔。ああはいはい、後半のそう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 、うん、視聴者の無茶ぶりなお便りみたいなやつにまっちゃんが答えるみたいなさ、うん、あーめっちゃ面白かったっすね。そうそうそう、うん、その中にさ松本さんなら貞子どうやって退治しますかみたい な, なんか質問っていうかお便りがあったの。あーはー、あれの答えって覚えてる？いや覚えてないっすね。それいやすごい、あーなんかうる覚えだけど何でしたっけ。うちにテレビが2台あるからテレビを向かい合わせにして、あやっぱそれだ、そう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 だ、貞子出てきた瞬間もうそのテレビに戻ってくみたいな、はい、これめっちゃすごくないですかこの発想確かにあれを瞬間的に思いつくってやっぱすごいよね。いや毎回あれそうでしたもんね。そう、うん、いやよく思いつくなって。いや僕覚えてるのは帰る途中に、うん、わかめが落ちてました、これ何ですかってハガキやったんですよ。おうおうおう、それすごかったっすよ。え、それ覚えてない。わかめじゃないの？いやわかめっても言ってるけど、それはわかめられるなってことなんですよって言ってたんですよそれは普段からわかめられてるからわかめられてるみたいなこと言っててあ
あーすげえなって思いましたけど、ね、あいやあれすごいっすよね、瞬間的に。いやあれでハガキも面白かったんすよね。うん、ハガキもそうセンスあるっていうか、ちょっと具体的に思い出せないけどめっちゃ面白いのあったんすよね。そうよくあったのが、なんとかを極められた松本さんに質問ですみたいな、うん、あそう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 、よくそうそうそう、今のさ若い人と知らないかもしれないね。ああそうか、今の楽器使トークやってないもんね。一時復活したけどね。あ今もうやってないんですか、ね、今やってないと思うよ。見れるなら見てほしいですね。まあ YouTube にいっぱい上がってるんで、まあ良くないやつだろうけど、良くないやつが上がってるんですけどあれのなんか1時間ぐらいずっとトークでまとめたやつとかあるんで。ああいいねいいね、いいのか分かんないけどめちゃくちゃ面白いですよね。いやそうっすね、ちょっと具体的には思い出せないですけど、クラクションの話も良かったんですよね。うん、そうそうそう、クラクションってさ、多分お便りではないやつだよね、確か。お便りじゃないやつですね。そう、まっちゃんが経験したやつだよね、確か。そうです。鳴らされてどうたらみたいな。うん。あ、あれじゃない確か、クラクションの大きさをなんか指摘されたけど、うん。クラクションの音量は一定だからっていう話をしてたやつだよね。もう長さの問題だからっていう。うん。そうそうそう。パッて押すかバーって押すかの違いだからみたいな話があとなんか子供乗ってますって、うん、あの車にステッカー、うん、あれに対してもむちゃくちゃキレてるやつありました。うん、そう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 、あ面白かったよね。そうそう、俺とさまっちゃん、松林まっちゃんね、うん、ダウンタウン好きじゃないですか。あそうっすね、よく話すじゃないですか、うん、あれ面白かったねみたいな。うん、まっちゃんとまっちゃんが被ってるんですよ。松林と松本のまっちゃんがね。はいはいはい。だから僕、松林まっちゃんとダウンタウンのまっちゃん話すときに、うん、ダウンタウンのって毎回つけてるんですよ。まあまあまあ、話がこんがらがらないようにね。うんうんうん。ちょっとめんどくせえなと思って。まあこれもうしょうがないですよ。だいたい松ってついてるやつはもうまっちゃんって言われる宿命ですから。そうだね。もう。あともう一個あるのが、松は合ってるけど、その後が間違ってるってめちゃくちゃありますから。あ、名前間違えられるよね、まっちゃんと。なぜかね、うん、めちゃくちゃ間違えられますね。うん、いやでもなんか松ついてない時ありますけど、若林が違うだろうって思うんだけど、若林が多いんですよね。なんだろうね。うん、いやそれキーパーだからって毎回思うんですけどキャプツバの、キャプツバのいやオードリーじゃない。今そっちか。あいやそんなゴールポストに頭ぶつけるタイプのキーパーね。